沖縄県のサッカーを盛り上げていこう。8月16日、水曜日、時刻は午後10時を回りました。皆さんこんばんは。沖縄県のサッカーを盛り上げていこう、パーソナリティの小浜の音でございます。はいはい、今週もですね、沖縄県のサッカー情報をいろいろお話ししていきたいと思いますよ。よろしくお願いいたします。はい、今夜もですね、ゲストに AC クレアのヨヘナさんに来ていただきました。どうもこんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。元気です。いいな、俺ちょっと元気ないんだよな。今週もね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はいはい、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうはサッカーを中心とした情報バラエティ番組です。沖縄県のサッカー情報はもちろん、日本代表からフットサル、ビーチサッカー、そして、女子サッカーやキッズまで、あらゆるサッカー関連のお話の中、ワイワイ楽しく会話をしていきながら、サッカーに関わる人たちが少しでもハッピーになれるようなゆるい番組を目指しております。午後10時半までどうぞお付き合いください。この番組はあなたの専属トレーナーになります、エフラボ接骨院、真心美味でご提供、居酒屋マジュン、バーガー&バーボアソルチ、以上各社の提供でお届けいたしますよ。はい、今週もね、沖縄県のサッカー情報をっていうね、ゆるいテーマでお届けしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、はい、ですね、今週も、お話ししたいことがちょっと盛りだくさんなので、サクサクねやっていきましょうね。はい、はい、ですね、今週いよいよね、今週末になりました FC 琉球のね、1万人祭り、はい、でもあれじゃない、今週ちょっと今日マイクの位置かな、 俺の座高が伸びたのか。あれなんで、ね、今週末にね、いよいよやってきましたよ。はい、2017年1万人サッカー祭り全島ね、はい、中断明けでね、はい、3週間かな、約3週間空いて、まあ久々のこの J3 なんですけど、はい、FC 琉球ね、10試合負けなしから前節か、はい、そうですね、久々にね、負けがついて、はい、まあ、引き分けを挟んでから、はい、挟んでの負けなしのちょっと10試合ではあったんですけど、うん、はい、まあこの中断期間中にね、もちろん、強化してきた部分もあるはずだしね、はい、この、中断明けの一発目がどういう感じになるのかなってちょっと楽しみでもありますが、そうですね、はい、はい、この1万人祭りに、1万人祭りはサッカーもちろんね、はい、サッカーを見に行くものではあるんですけど、うん、まあ、この、お祭りと言ってるだけあって、はい、試合前にいろんなイベントとかもありますのでね、はい、皆さんぜひ、まあ、いろいろね、うん、メディアで出て取り上げられている部分もあるの で、 で、ね、ご存知の方も多いのかなと思うんですけど、はい、まあ、FC 琉球の、ね、ホームページにも大々的に大きく載ってますので、はい、皆さんね、ぜひ、注目度をちょっと上げていただいてね、会場に足を運んでいただけたらなと思いますよ、はいはい、で先週もねちょっとお話ししましたけど、見えるかな、見えるか。はい、チケットも番組で何枚かプレゼントしたいと思いますのでね、ぜひ、はい、行きたいなと思うね、はい、こちらにねぜひチケット置いておきますので、FM 機能の方までねぜひ取りに来てください、よろしくお願いいたします。日時ねもう一回言っておきますね、はい、今週の土曜日8月19日土曜日、ですね、県総合運動公園陸上競技場にて、18時キックオフですね。ただ、いろんなイベントがありますので、会場自体は15時午後3時ですね、うん、会場予定ですので、いろんなさ、なんか働く車が大集合したり、なんか自衛隊の車がダメになったって言ってたけど、いいか、これなんか喋って怒られそうだけど、やめとこうな。あとね、ライブだったり、なんかね、いろんなグルメの、ブースが集まったりもするらしいのでね、はい、ぜひ皆さんそういった部分も、楽しみにして会場に足を運んでくれたらなと思いますよ、はい、よろしくお願いいたします。はい、あとですね、県内のちょっとサッカー情報としまして、先週末に行われました、国民体育大会のね、はい、九州ブロック予選が、ありましたが、沖縄県代表男女ともにね、はい、1対1だったかな、両方ともに、で対戦相手も両方ともに熊本で、1-1 で PK でね、男女ともに1回戦でちょっと負けてしまって、九州代表のこれ青年の、ね、あ、そうですね、はい、はい、青年ので、少年もね、少年は長崎に3対1だったかな、で負けてて、負けていましたね、はい、去年だったかな、去年一昨年だったかな、この九州でね、
うん、代表で出てますよ、決まりましたのでね、はい、今季もどんな感じなのかなっていう感じではあったんですけど、難しかったのかもしれないですね。うん、大学生もね入ってましたからね。そうそうそう。沖国大のね、沖国と FC 那覇さんとあと海保とね、はい、いつもはこの、まあ、ね敵同士でね、うん、やってる皆さんが、まあ、集結して、こういったのもちょっとね、はい、楽しみの一つであるんですけどね。そうですね。はい、沖縄県代表国体はね、今年は男女また青年男子ともにね一回戦で負けちゃっていますのでね、また来年にまあ PK ですからね。そうですね。負けというよりもまあ、はい、引き分けだった。うん、負けか、うんね、まあ、惜しい、ま、来年に期待しましょう。はい、はい、ですね、今ちょっとお話にも出ました九州リーグ所属してます海保銀行とあと、はい、FC 那覇、はい、所属のね九州リーグ、うん、ですね、今度の日曜日に違うな、来週か、来週の日曜日になるんですけど、すね、はい、実はこの九州リーグの第18節はですね、沖縄県ダービーとなっておりますよ。はい、はい、現在ね6位の海保銀行サッカークラブと、まあ今ねちょっと再開であるんですけど FC 那覇のね、はい、沖縄県ダービーが、うん、コチンダ運動公園サッカー場にて、うん、午後1時キック、うん、ありますのでね、ぜひこの九州のねトップリーグの中でまた沖縄県のチーム同士のね大会が行われるっていうのも、はい、今年はこの一つだけですのでね、はい、うん、ぜひ皆さんちょっとねタイミング合わせて会場に足を運んでいただけたらなと思いますよ。はい、はい、もう一度ちょっと日時言っときますね。8月27日日曜日、こちんだ運動公園サッカー場にて午後1時キックオフです。皆さんよろしくお願いいたします。はい、あとはですね、はい、いよいよ今週末に、うんうん、迫ってきましたバーモントカップ第27回全日本少年フットサル大会、はい、はい、ここね宜野湾市にあります大山小学校のサッカークラブの皆さんがね、はい、出場していますがね、うん、先週もちょっとお話ししましたけど、大山小学校は沖縄県代表でねこのフットサルの大会全国大会に出るんですけど、はい、同じねグループ予選に入っているのは全て J リーグの下部組織のチームとの対戦なのでね、はい、どういった結果が出てくるのかなという楽しみもあるんですけどね、そうですね、うん、はい、ぜひね、はい、ぶっ倒してね、もちろんですね、これは本当に、うん、やっていただきたいなと思いますのでね、はい、このキッズのチームはやっぱりいろいろあるとは思うんですけどね、はい、この勝てないっていうわけは絶対ないのでね、うん、そうですね、もう、はい、もうぜひねこの足跡を残していただきたいなと思いますよ皆さん、はい、この大山小学校サッカークラブの皆さんね、ぜひ応援してください、うん、よろしくお願いいたします。はい、はい、あとですね、時間大丈夫か、大丈夫だな、はい、はい、先週もちょっとお話ししたんですけど、ビーチサッカー全国大会の組み合わせ正式に発表が出ていましたよ、はい、うん、で沖縄県代表の琉球エリスリナ、はい、なんとね予選でグループ A に入ってるんですが、はい、うん、去年か優勝しました、はい、フュージョンがフュージョンそのまま、はい、そっくりそのままそっくりそのままじゃないな、強化して強化して、ね、まあ、またメンバーがすごい増えてますね、メンバーも、強化して東京ヴェルディのビーチサッカーチームにね、はい、移行してるんですが、この東京ヴェルディビーチサッカーチームと琉球エリスリナは同じグループ A に入っておりますのでね、はい、ここがねまあ、1チーム予選でね勝ち抜きできるってことなんで、ね、そうですね、グループはこの ABCD とありまして、各リーグ4チームずつですね、うん、でグループリーグは総当たりで、上位2チームがまた決勝トーナメントに進出しますので、はい、そうですね、ぜひね、はい、最低でもね、はい、勝ち残って琉球エリスリナ代表上がっていただいてね、うん、また東京ヴェルディにはまたこちらにね来ていただきました鮫島選手であったり、はい、元ねフュージョンの皆さんもそうですね、うん、いますのでね、はい、もうどこを応援したらいいのそういうところもありますけどね、はい、ぜひちょっと注目していきたいなと思いますよ。まあ試合はね、9月の8日金曜日から、兵庫県の方でね開催されますのでね、また、はい、うん、大会の情報もいろいろお話ししていけたらなと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、はい、はい、あとですね、もう一つ沖縄県だけなのかな、高校のね部でサッカー祭り、さっき言った、はい、1万人サッカー祭りとはまた別なんですけど、そうですね、はい、俺らが小学校中学校の頃からずっ
ことあるんですけど、サッカー祭りありますよね。あるよね。中学校の時からも1年生からね、やっぱ一番初めの大会サッカー祭りだったんで、なんだろう、よく分からない方がね結構多いと思うんですけど、サッカー大会のね、この正式名称でサッカー祭りっていう大会がありましてね、高校1年生の部だったりね、またトップチームのカテゴリーがあったりと、なかなかあの頃にはね斬新なシステムというか、うん、大会だったんですけど、そうですね、これがね、第何回の51回、51回ですねそうか、生まれる前からやってんだな。そうですねそうですね、もうこの歴史ある大会なんですけど、すごいですね、51年前にサッカーの大会あったんですか、あったってね、考えると、ね、戦後74年すごいね、歴史ある大会ですが、はい、まあ男子の方はね、このトップチーム A チームになるのかな、はい、学校代表のチームと、また1年生主体のね、1年生しか出れないっていう大会のカテゴリーがあったりと、はい、うん、本当になかなか面白い大会なんですけど、女子の大会も、うん、ここ最近並行して行われてるんですね、はい、で、女子の、ね、サッカー祭りの方またちょっと面白くてね、高校あと中学校ね、はい、あとクラブチームが社会人のそうそう参加しての大会となっておりました、はい、今回ね、はい、でそこでね見事優勝しましたのが、ここ宜野湾市にあります普天間高校女子サッカーチームの皆さんが見事優勝しております、はい、おめでとうございます。うん、すごいね、はい、はい、決勝戦は龍鳳クラブ、社会人のね、龍鳳クラブを破っての優勝、すごいなと思いますが、はい、またね3位が面白いです、はい、三郷高校と益城中学校が入ってます、はい、すごいな益城中学校、ね、面白いな本当に、すごいですね、すごいもんね、なんか普通に俺抜かれる自信がある楽しみだなと思います。県内でねこういった形で、まあ、三郷高校、小座高校とね突出してる部分もあったりはするんですけど、うん、この辺もねちょっと楽しみだなと思いますよ、はい、ですね、相変わらず今後の時間配分ができていないので、この辺で一旦、CM に行きたいと思いますよ。 CM です、どうぞ。一人一人の状態に合わせて適切な施術を行うエフラボ接骨院、パキポキなど痛みを伴う施術は行っておりません。筋膜療法や骨盤矯正などの施術を行っておりますので、なかなか改善できないという方もぜひお問い合わせください。エフラボ接骨院。新鮮な魚介類や野菜を中心に真心美味でご提供。店内はぬくもりのある雰囲気になっており、すべての席が掘りごたつ、6名様までの完全個室を一室完備、オープンキッチンでカウンター席もございます。王者の交番裏側、居酒屋マジュン、握り寿司のテイクアウトも受け止まっております。野菜たっぷり使ったボリューム満点のハンバーガー、一度食べたらもうやみつき、思い出したらよだれが出てくる。宜野湾市大山国道58号沿いバーガー&バーボアソルチ。はいはい、後半もね沖縄県のサッカー情報をお届けしていきたいと思いますよ、はいはい、コメントがねちょっといくつか来ているので、はい、紹介したいと思います。こんばんは、先週は来れなくてすいません、のねちなさんからですね、どうもありがとうございます。今夜は電車の中で見てますよ、すごいな、ありがとうございます。はい、同じくね脳内一覧さんから J2 情報として、ベルマーレが JFL の、ジェフですね、はい、ごめんね、ジェフに 1-0 で勝利し、はい、首位に、うん、2位のアルビレックスは、長崎に惨敗、3位のグランパスは、そうそう、ゼルビアとね町田との試合を、あれね、ロスタイムに後半48分とか9分とかにね入ってましたね、4対0で、ああ、はい、4-3でね勝ってました、はい、うん、で野内千奈さんからもう一つ、水戸ホーリーホックは、サンガに快勝して、サンガがね後半2人のレッド、うわー、それはねさすがに痛いね、レッツみたいだな、はい、ちょっと違うな、ごめんあとレノーファがね、草津に、うん、勝って、そうそう、カムタマーレもね 1-0 で勝ったんですよ、はい、でヴェルディが 2-0 でトリニータを下し、徳島がね制限を 4-0 でそれぞれ続けておりますよ。さすが、さすが、さすが、はい、ありがとうございます、助かってます、ありがとうございますすいませんね、雑でいつも、いやいや、でもう一つ、あさとさん、これ名前よって言ってるかな、全国少年少女サッカー大会どうなりましたかねって、どの大会か県内のかな、先週ね、児童オリンピックとかがあったので、
でその大会のこと言ってるのか、あじゃねえか全国少年来てるからな、全国ですからね、すいません、あの俺のキャパが足りなくてすいません、ぜひあさとさんからの情報をお待ちしておりますすいません、コメントでね情報収集しようというはい、あとね県内出身の J リーガー情報もお伝えしていきましょう、はい、ですね、J1 の方は、所属が、フロンターレ所属の背番号20番の知念選手、はい、あとねあのコンサドーレ札幌所属の背番号10番、うん、上原選手はともにね、はい、前節ともにあのベンチ外で試合に出ておりません、はい、はい、あと J2 の方に行きますと前節ね今日も行われてるんですが前節先週末に行われてました、試合では名古屋グランパスの田口選手が先発フル出場、勝利にね大きく貢献しておりましたが今夜の試合はね、累積による出場停止だったんですよ、はい、うん、で今夜はもう試合にね丸々もちろん出てはいないんですけど、うん、まあ、試合中のコメントとか見ていると、田口選手の必要性をね、はい、感じるなっていうコメントも多々見られたようでしたよ、はい、うん、名古屋はね先ほど、717さんからの情報もありましたけど、はい、打ち合いをね3対4と、うん、はい、制して勝っていますのでね、はい、うん、上位にいますよ、はい、あとですねロアッソ熊本所属背番号20番の上里選手は前節は、先発フル出場で今夜もね先発出てたんですけどなんかいろんなデータ情報を見てると今日はねボランチではなくてフォワードの一角として、まあ、シャドウの一人としてなのかな、はい、出てたらしいんですけど、はい、なかなかちょっとうまく噛み合わずにね、後半途中で、交代しておりましたよ、はい、そうですか、うん、ね、あと松本山が所属背番号18の、トーマ選手は、前節ね、先発フル出場してたんですけど、うん、名古屋相手にね、ちょっと敗戦した試合ではあったんですが、はい、今季ね初ゴールを、うんうん、決めておりました、はいはい、で今夜の試合も先発で、ね、フル出場して勝利に大きく貢献しておりました、はい、うん、で今夜ね対戦してた、山形は以前ねこのトーマ選手所属してたチームでもあったのでね、はい、うん、なんかいろいろ感慨深い試合だったかもしれませんけど今日はねちょっと見事にこの山形相手に勝っているのでね大きな恩返しができているのかなと思いますよ、はい、あとですね、そうなんですよファジアの所属のね背番号24番赤嶺選手、はい、怪我でね今夜も、前節も、うん、ベンチ外ではあるんですけど、はい、うん、大怪我か6週間から8週間の離脱が発表で正式にリリースが出ておりました、はい、なかなかね厳しいのかな結果的に ね、はい、調子が良かっただけにね怪我から復帰してめちゃめちゃね、うん、調子が良かっただけに本当にね、はい、悔やまれる怪我だなと思います、結果もやっぱついてきてたのさ、はい、7月のね J2 の月間 MVP にも、ね、まあ、選ばれていた部分もあったのでね、はい、やっぱりこの岡山の、ファンのコメントとか見てるとねやっぱり赤嶺選手がいないだけでとっても変わりますねとか、はい、そういったコメントがやっぱり多々見られて柱ですからね、チームっていうとね、そうですね、なかなか、はい、まあ、この6週間から8週間の離脱っていう正式なリリースなんですけど、まあ、膝の怪我っていうのはなかなかね、うん、怖い部分もありますので、はい、しっかりねちょっと直して、うん、また戻ってきてほしいなと思いますよ、はい、はい、あとね、レノファ山口所属の、背番号2番宮城選手は、前節も先発フル出場でこう今日もね、先発でフル出場しておりました。今夜はね久々に4バックの、一人として先発していましたよ、はい、うん、で今日の試合も確か勝ってたはずなんですよレノファ、はいはい、そうそうレノファとレノファはね最下位の草津との試合を制して、はい、いますのでね、であとはサヌキもね、はい、金葉選手所属の、ね、はい、サヌキも勝っていますので、はい、なんとかね、上位にね少しでも上がっていけるようにそうそう本当に今最下位がね、草津でその次が山口のその上がさぬきになってますので、ね、はい、まだまだね後半戦折り返したばかりなのでね、はい、うん、まだまだ全然いけると思いますので皆さん応援してくださいよろしくお願いいたします。はい、はい、ごめんなさい、あとねそうなんだよこの宮城選手のやっぱり情報が、あれだけ活躍してる中でさ出てきてるのはとっても嬉しいんですけど、この
ファンの皆さんのコメントとかの面白いところはさ、はい、勝った負けただけの一喜一憂じゃなくてシステム論を、ね、みんなでちょっとああだこうだ言ったりあれが良かったよとか言ったりするのがなかなか面白いなと思うんだけど、はい、やっぱりねあのなんだかんだ言って宮城選手がアンカーしてた3バックのフォーメーションが一番安定してたよっていうコメントがね、うん、もうあちらこちらから出てたので、はい、重要視される選手に、うん、なってくれてるんだなと思うとね、はい、やっぱりうちなんちとしては嬉しい限りでございますよ、はいはい、今後もね注目していきたいと思います。はい、はい、あとコメントがちょっと2つ、はい、あさとさん、天秤FCですよって確か静岡の大会だったと思います。うん、調べておきます。はいありがとうございます。はい、天秤小学校の、サッカークラブなのかな。結構皆さんね夏休みを、ね、活用して、ね、遠征に行かれてるチームが結構多いので、そうですね、うん、ね、そっかそっか、そういう情報もちょっとすいませんできるだけ、はい、放送しますっていうかさ情報くださいいろいろ放送します、ね、はい、で脳内一覧さんから、大補強をしまくってたビッセルがね、はい、監督解任、今季これで J1 は6人目の監督交代、ポドルスキーもね最初はすごかったけどねっていう風に来てますが、なんかすごいポドルスキー選手がフォルラン選手の二の舞にならないことを願いますね。そうですね、なんかほらやっぱチームメートとギクシャクしてるような感じになってしまうとどんないい選手でもね、そうですね、やっぱ居心地は良くないじゃないですか、やっぱ人として。なんかねフォルラン選手がすごい嫌な感じで帰っていったのがすごい記憶に僕は残ってて、はい、やっぱりチームでナンバーワンの得点数をセレッソで上げてたのに、ね、やっぱチーム内では浮いてたっていうね、だからそれがポドルスキー選手も同じようにならないことを願いたいですよね。そうですね、なかなか難しい部分ではあると思うんですけどね、適応するまでは、ね、難しいと思いますけど、日本なんて本当にねもう主要国ヨーロッパからすれば本当に極東ですからね、なかなか、まあ、来ていただいただけでもものすごいことなんだけど、はい、もちろん求めるのはそこじゃなくてね、結果がやっぱり出てこないとっていう、やっぱり一番みんなが望んでるのは初戦のね、うん、大活躍の2ゴールなんて、ね、すごくやっぱりね、インパクトのあったことなのでね、はい、昔の、ね、J リーグ の, この海外の選手っていうのはやっぱり一人で持っていって点が取れるような選手が結構多かったイメージがあるんですね、はいはい、まあ、このポドルスキー選手もやっぱり一人で持っていって取れる選手であればいいんですけど、やっぱりなかなかねそこまで日本もレベルが上がってきてますからできない部分でね、研究されてコンビネーションが重要になってくるじゃないですか。そこでね合ってないところでやっぱりフラストレーションがすごい溜まってるんだろうなとは思いますけど、このポドルスキー選手によってこの周りのね選手がこの引き上げられるようなねミックスアップが出てこれば一番いいですけどね。やっぱでも一番は結果ですよね。結果ですね。結果が伴わないといろんなところで連れてきますよね。そうですね、はい、なかなか難しい部分もあると思うんですけどね、はい、ちょっといろいろ応援していきましょう、はい、ちょっとねあとねごめんなさい時間がないんですけど、お知らせしておきたいことがありましょう。なかなかねごめんなさい自分フットサルリーグのことを、お話できないので、まあ、九州リーグもちょっとあるんですけど県内で行われます沖縄県フットサルリーグの、今度ですね8月20日ちょっとね会場の予定がカデナドームなんですけど、うん、C1 のカテゴリーのね大会がまた今週、カデナの、カデナドームの方で朝からね、はい、ありますのでね、皆さんぜひねちょっとフットサル興味のある方は、ぜひねちょっと調べていただけたらなと思います、はい、あとね女子の方も、第12回沖縄県女子フットサル選手権大会が、8月27日、これはですね県総の運動公園の体育館の方で行われますのでね、はい、この沖縄県予選を九州女子フットサル選手権大会のね、はい、沖縄県予選を兼ねた大会ですのでね、うん、この辺も、楽しみの一つなのかなと思いますよ、はい、皆さんぜひ注目してください。はい、はいはい、なんだかんだおしゃべりしているうちにね、今週もアディショナルタイムが残り1分となってきましたよ、はい、もう今週もね、はい、ゆるい感じでお届けしてきましたけど、はい、いろいろ皆さん聞いていただいてありがとうございました。あ、ドナイチュナーさんからもう一つコメントが来てるので、はいはい、世界陸上のねラストランを終えたボルト、次はサッカー選手に転向って、ね、そうなんね、マユに入るとかねいろいろね出てますけどねどれぐらいサッカーできるのかちょっと見てみたいですね。それはそれで面白いんだけどなレジェンドマッチに出るっていうのはなんかね言ってましたね、面白そうですけどね、はい、ジョーダンみたいな、ね、プロ野球選手になったりとかね、ね、引退
したそれはあれでとっても夢のあることだなと思うんだけどな、はい、あっとごめんなさい、はい、あやばいやばい時間がない今週もねありがとうございました、はいはい、この番組はあなたの専属トレーナーになりますエフラボ接骨院真心ビビでご提供居酒屋マジュンバーガー&バー沖縄ゴーソルチ以上各社の提供と AC クレのヨナさんあとね今週も、聞いていただきました多くの皆さんのおかげでお送りすることができましたよありがとうございました来週もねまた緩い感じの放送をお届けしたいので、はいお届けしていこうと思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、それではまた来週です。